ビオルントム・フレドリック・ノルドストロームは、スウェーデンの音楽プロデューサー、レコーディングエンジニア、ミュージシャン。また、スウェーデンのイエーテボリにある、スタジオ・フレッドマンのオーナーでもある、リッチー・レインボーという、ステージネームも使用している。アーチ・エネミーや、アット・ザ・ゲイツ、ダーク・トランキュリティ、イン・フレームスなどのメロディック・デスメタルのトップバンドを、プロデュースしていたことで知られる。 フレドリックが開いたスタジオフレッドマンは、当初は自分の音楽を録音するためのスタジオであったが、上日の有名バンドたちをプロデュースしたことで、世界的に有名なスタジオになり、フレドリック・ノルドストローム自身も、世界的に有名になった。そのため、スタジオフレッドマン及びフレドリック・ノルドストロームには、スウェーデンやヨーロッパのバンドのみならず、世界中のバンドが仕事を依頼するようになった。 また、1999年にヘビーメタルバンド、ドリームイーブルを結成する。その後、2017年までに6枚のスタジオアルバム、1枚のライブアルバム、1枚の EP を発表している。突起なき場合は、プロデューサー参加、ビリオントム・フレデリックのオードストラム、ラッツェット、グラティス・アパディスニング・ PF、リタグオ・プライビット・パーシナー。 ラッツェット、セ、2011年11月20日閲覧。ありがとうございます。